メグと化け物でも。これ音大丈夫かな。目的地座標を設定してください。化け物タイラントみたいじゃん。目的地座標、なんだそりゃ。これなんだ、ミラー。目的地なんてここから離れられりゃどこでもいい。どっか適当に遠くに向かってくれ。目的地が設定、どっか遠く。発射します。カウントダウン開始。3、2、1。発射したのか。発射しちまえば静かなもんだな。宇宙か。もう引き返せねえな。まこれでよかったはずだ。つうかこうするしかなかったんだ。思えば短い間だったはずがあったが、いろんなことがあったぜ。最初はそうだ、ゴランのやつとマジックタールを漁ってた時だったな。いいね、このドット絵。え、アンダーテールみたい。これがメグちゃん。間違いねえ、人間の子供が泣き出した途端にだぜ。
なるほど。確かにあなたが確認した反応は我々が予想した臨界反応の兆候と一致します。とっさに場を収めたのは良い判断でした。褒めて差し上げましょう。それで俺は一体どうすれば。あなたの言うようにその子供が懐いてしまっているのであれば、無理に引き離したり削除したりするのは得策ではありません。今臨界反応を起こしてしまった場合、どれほどの破壊が引き起こされるか想定できません。そうは言ってもよ、あんただって知ってるだろ。ここはそっちの世界と違って人間は敵視されてる。ならばロイにその子供を守らせてください。いや、そんな回りくどいことしなくてもよ。泣き出す暇もなく子供を始末しちまえばよ。いえ、それはやめておくべきです。泣き声がトリガーであることからあることはあくまで状況からの推測でしかありません。一定の条件を満たす声や音かもしれないし、全く違う脳波のようなものかもしれない。あるいは我々が未だ認知していない何かの可能性すらある。今万全を期し、その子供を刺激しないよう丁重に扱う必要があります。うぐ。はいいが、こいつどうしたらいいんだよ。ゴランのやつがこれだけ何もわかんねえぞ。まあどうでもいいか。いつも通りマジックタール食ってる。そのうち来るだろう。その後のことは追って指示します。今は先ほどの指示通り動いてください。それでは。くそ、うるせえな、いい加減にしろ。マジックタールが食えねえだろうが。け、まずいな。おいロイ、落ち着け。怒鳴るんじゃない。崩壊を呼ぶ少女。そう、この人間が泣いたら世界が滅びるって。そう、北西のそんなバカみたいな話あるわけねえだろ。現にさっき滅びかけただろ。お前も騒いでたじゃねえか。おい、お前その崩壊を呼ぶ少女ってやつなのか。よくわかんない。メグはママ探してるの。だからそれは知らねえって言ってんだろ。その子供の母親を俺らで探してやろう。はあ、なんで俺らはそんなことしなきゃいけねえんだよ。つうかこいつが泣かなきゃいいんだろ。それなら泣く間もなくぶっ殺して。待て待て待て、世界が滅ぶって言ったけど、あくまでそれは状況からの推測であってだな。実際にはこいつの声とか脳波とかいろんな可能性が考えられる。だからこいつに何かするのはまずい。今はとにかくこいつを刺激しないように言うことを聞くんだ。じゃないとまたさっきみたいになるのか。そういうことだ。実際さっきのは死ぬかと思ったからな。分かっただろ、それしかねえんだよ。なあ、お前母ちゃん探してるんだよな。何か手がかりはあるのか。たんなら多分すでに食っちまってると思うけどよ。こっち行けないの。部屋じゃないんだ。これ食べなくて。何これ、見りゃ分かるだろ。マジックタールだよ。世界で一番うまい食い物。まあそれは諸説あるよな。アイランドみたいな。お、出てきやしたぜ。お前ら、いや何、人間の
の子供を連れてるやつらを見かけたっていうからね。そういえば子供はまだ食ったことがなかったなって思ってね。せっかくだからご昇番に預かろうかと思ってね。ひひひ、これから食うところかい。ロイ、分かってるよな。食わせちゃダメだぞ。こいつは食わない。なに？まあ好みはいろいろだしね。食わないならこっちに渡しておくれよ。いやダメだ。いいな、いいか、あのな、こいつに危害を加えたら世界が滅ぶんだよ。そんな下手な嘘までついて結局独り占めしたいだけじゃねえか。本当にね、あんたがそうやって独り占めしようとするならこっちにも考えがあるよ。力ずくでいただいていくとしようかね。ロイ、俺は戦いはからっきしだ。お前がこいつを守るんだぞ。あー、そうか。え、戦闘？わー、え、なにこれ。すごくない？守りながら戦うって、メグメグ、そうなの。メグは心のダメージなんだこれ。ゲージがゼロになると、うっそ。うわ、いいね。ちょっと急ごう倒した。ここにあるそこにあるの敵確保するんです。これ普通にこう来てるの。やられたじゃん。助けてください、親分。そうだった、親分はもう乗されているんでした。ダメだ、こいつ強いじゃん。カニみたいな、スパッと倒した戦いに勝利した。もうこの攻撃力上がるんだ。あー、心も強くなる。さすがだな、長い付き合いでロイが強いなしするけどよ。クソ、やりにくいな。こいつをかばいながらだと思うように戦えなくて、魔界の世界では人間は餌だ。そうじゃなくてもみんな人間を恨んでる。こうなるのは分かっちゃいたが、家から出ただけでこれは先が思いやられるぜ。町に行く前にあれが必要かもな。あれ？俺も聞いた話なんだが、人間たちの世界におもちゃっつうもんがあるらしく、おもちゃを与えられた子供はみんなおとなしくなったり喜んだりするらしい。そんな夢みたいなもんがあるのか。それがどこにあってどういうもんなのか知ってるのか。おとなしいから多分そういう感じのやつだ。お前食わせてみるか、マジクタール。いや、やめとけ、あれは俺でも二口でゲロっちまった。ともかく人間の世界にある道具ならまず当たってみるのは。そうだろ。ああ、アサリ場か。そうだ、人間たちの道具やら何やらが落ちてくるアサリ場。そういう場所がいくつもあるのは知ってるよな。もちろんだ、こいつだったのもアサリ場の一つだし。そういや、お前のその手につけてるのもこっちのものじゃないよな。それもアサリ場で拾ったのか。ああ、これか。まあ、そんなところだ。拾って食うのは勝手だけどよ、そいつに食わせるなよ。すいませんでした。思い出したわ、町外れに住めてマジックバッグマータールばっかり食べてる変わり者のロイ。やたら喧嘩が強い噂だったけど、あなたがそうだったのね。さっきのとこ行くのか。あれ、勝手に魔界統括評議会本部というわけで、今月の定期報告会を開催です。まず我が輩グスタフに報告。ポール殿について調査を行った結果、不可侵条約を犯す危険性は低いと判断。差し当たり対処は必要なし。ポールの調査で今回で何十回目？もういいんじゃないの？何を言う？人間が我らが魔界に住み生活している以上、定期的な調査は必須。ああ、わかった。あった。続いてナンシー報告した前、私からは特になし。ではレン。からも特になし。そうか。ではセバスロー、何か終わりか。セバスローも特になしか。何もなければこれにて解散。
ている者がいるそうで、ロイと申す者だそうですが、珍しいケースなのでご報告をと思いました。もう人間を、分かったご苦労下がりたまえ。あ、まあおい、会議中だから明かりを消してけよ。その方が雰囲気が出るからな。あ、子供だなんていいわね、久しく見てないわ。のんきなことを言ってない。もしそやつが不可侵条約を犯すようなことがあればどう責任を取る。でもさ、どうせグスタフが対処するんでしょ、いつもみたいにさ。当然何らかの対応は必要であろう。僕もちょっと興味あるな。人間飼ってるなんてどんな変わり者なんだろう。セバスロはこの件についていかようにお考えか。寝てるんだ、じいさん。いかがなされたセバスロ、ぜひご意見を伺いたい。ご意見、あ、はいはい、ご意見ね。うむ、足はそうじゃな、お前さんの言うとりじゃと思うぞ。つまりセバスロも何かしらの対応が必要だと。そうじゃ、対応は必要、対応は大事、すごく。人間を連れ歩くはもとなると捨ておけませんな。え、人間を、あ、いや、そうじゃな、その通りじゃ。次回までに調査することとしよう。人間を飼っているという輩の意図を見極め、不可侵条約を犯す危険性があるか否か判断すべきであるということで、今回はこれにてお開き。いつものように一丁締めで締めようと。さあ、それやめない。うん、ここに行くんだ、こっちじゃないんだ。アサリ場へ移動しますか。ここなんだ、雪みたい。あ、何これ。マシュマロみたいなんだけど、これ光ってる CD か。お、おい、これなんかどうだ。うん、なんだそれ。おい、お前これどうだ、楽しい感じになるか。何の DVD？ アニメ？ DVD？ アニメ？わけがわからねえ、多分これは違うな。これはおもちゃか。なんだお前、マジックパールばっかり食ってるから知らないのか。知ってるのか。それ魚っていう食い物の残骸だ。俺たちの中にも魚を食うやつはいるぞ。なんだ、食うのか。お前食うか。いらない。あ、なんか落ちてきたな。これはどうだ。ロケット、ロケットのおもちゃ。ビンゴだ、こいつがおもちゃってやつか。ロケット、ロケットは飛ぶんだよ。それで宇宙に行くの。宇宙、お空のずっと上にある星様がいっぱいのところ。何言ってんだ。つまりこいつは宇宙って場所に行くための乗り物っつうことか。へえ、やるな、ロイ。理解できたのか。つまりこういう感じか。ロケットは上だよ、上に飛ぶの。こうか。ロケット飛んだ。喜んでるみたいだぞ。おもちゃってすげえんだな。こいつは、あ、これで戦いの中でこいつが泣きそうになってもおもちゃが使えそうだな。あ、そういう。おい、なんじゃてめえ。サリバー、俺っちの縄張りじゃ。どこのどいつか知らねえがぶっ殺してやるぜ。なんか物騒なの来たな。だけどこれはちょうどいい。さっきのおもちゃをうまく使って切り抜けろっていうことだ。スカマッカ、どこのどいつか知らねえがよししねえ、くらえ。
あんたの方がこの場所をうまく使いこなせるようだな。体力はめちゃめちゃあるんだね。こっちの女の子だね。こっちの権利書だ、持っていけ。マジでこいつの場所だったんだ。スーパーパンチが使えるようになった。よし、それじゃあおもちゃも手に入れたし、町の方に行って人間を見なかったか聞いてみるか。疲れた。お前が戦ったわけでもねえのに何言ってやがる。まあまあ落ち着けよ。またメグが泣いたら大変だ。人間ってのは軟弱なんだ。子供ってやつは特にね。仕方ねえ、町の方に行くのは明日にして今日のところは帰ろう。遊ぼう。なんでね、おとなしくしとけよ。遊ぼう。そうそう、こいつすぐ泣きそうになりやがるから。こっち仕方ねえな。ちょっとだけだぞ。そうっつってもな、何か使えそうなものあるか。拾ってきた。確かボールって言ってたな。蹴って遊ぶもんなのか。よい、そっち。あるとお見受けする。だったらなんだよ。我が輩はグスタフ、人間の少女を連れているという報告が入った。珍しいケースにつき、貴殿の目的をお聞かせ願いたい。別にいいけどよ。見てわかる通り、このボールってやつで遊んでる。お前までちょっと待ってろ。うむ、それは失礼つかまつった。それでは我が輩はここで待たせていただくとする。気を取り直していくぞ。はぁ、なんというキック力。危ないではないか。少女に当たったら大ごと。力の加減が難しいな。ロイすごい。でもボール遠く行っちゃった。仕方ない。我が輩が取ってきて信じよう。優しい。ありがとう。今度こそ力の加減に気をつけるんだぞ。コントロールも全くなっておらんではないか。やっぱり難しいな。ボール取ってくる。危ない。どうした。ボールを追いかけて急に飛び出しては危ないではないか。まずは車が来ないよう右を見て左を見て。車？人間だよこの人。我が輩は一体何を言ってるのであろう。今日のところはこれにて失礼。おもちゃボールを入手しました。翌日。お？緑のサブイベだって。じゃあ行ってみる。こっちサブイベなんだ。あ、この人。お、あんたはまた来たのか。どっちかっつうとそれはこっちのセリフじゃねえか。ここはもう俺の場所になったんだろ。まあそういうね、俺たちって食い口を探さなきゃやっていけないんだ。まあ確かにな。みんながお前みたいにマジックタールさえ食ってりゃいいってわけじゃないってことだ。別にいいけどよ。で、ここで食い物でも探してるってことか。まあそうだな。食い物とか、あとは街で売れそうなもんとか。ああ、なにこれ、人間じゃん。お、なんだ、人間が落ちてきやがった。確かに形はこいつに似てるな。こいつよりでかいが。よし、どこに持ってくんだ。市場に持ってって売り飛ばす。生きてる一番良かったが、こいつはまだ損傷が少ないからいい金になるぜ。死ん
あんたの場所か。しょうがねえ、この人間の死体はあんたが、いや、いらねえ、あんたが持ってってくれ。いいのか。なんでだよ。よくわかんねえよ。金になるんだったら。いいんだよ。こんなの持ってたら目が慣れちまう。そうなのか。いいから持ってってくれ。変な顔してやがるな。変な顔じゃないよ。やめとけよ。いやだってこれはどう見ても、うん、変な顔じゃないもん。まずいぞロイ、泣く前に謝っとけ。謝って褒めろ。おい怒んなよ。確かにあんならよく見たら美人だ。そう美人、こいつは美人だでしょ。おい危なかったな。でメイン集落。こんな感じか。スラム街って感じ。グスタフ様お出かけですか。あれ違う。民たちの声に耳を傾けるとともに不可侵条約を犯すやからなが、おぬか、あ、おらぬか、バトラーヌせねばならぬ。あ、お疲れ様です。なんか似てるよ。知らない人なんて初めて見ましたぜ。人間を生かして連れて歩いてるなんて思って知ったら黙っちゃいないと思いますね。4が大変だから必要なそうなところは読まないで。装置というものを修理していただきました。それは売り物ではないので足からず。そいつはどこにいるんだ。場所までは。なんでだよ。そいつから物の使い方を教わってんだろう。たまにこちらにお見えになりますので、その時に次にいつお見えになるかは分かります。居場所を知りたいのでしたら、評議会の方がポールについて調べているという話がございます。評議会の方でしたらご存知。行っちゃったよ。ひながにここで待つか。めんどくせえな。さっさと終わらせてえんだな。あいつどこ行った。いねえぞ。あれ確かにいねえな。どっかで泣かれたりしたらやべえぞ。今話してる場合じゃねえ。本当にこの店にはしごなど置いてないのだろうな。そう言ってるでしょ。じゃねえか。
ロイ近づくと合わないかも。すぐ泣くんじゃねえロイ。危ねえ。焦ったで一人でうろつくんじゃねえよロイ。ロイ殿、ずいぶんその人間を可愛がってるようだな。お前は気に入る。そんなんじゃねえんだよ。いいかこいつが泣いたら。待てロイ、こいつは評議会のブースタッフ。あまり絡まない方が。なんだお前、評議会だったのか。ホールってやつのいる場所は知ってるのか教えてくれ。ホールのいる場所？よし、こうしよう。お主がなぜホール殿に会おうとしているのか知らんが、こちらも先日お主の目的を聞きつけてた。我が輩に勝ったらホール殿の居場所を教えてやろう。その代わり我が輩が勝ったらロイ殿とその子供、我らの足妻のことを恋していただき、じっくり話を聞かせていただくことにしよう。まあいいだろう。おい大丈夫か。俺も評議会で顔を知ってるのはブスタフだけだが、こいつは見た目通りすげえ強い。何をごちゃごちゃ相談しておる。早く腹をくくれ。噛んじゃん。おぉバリアット、なにこれ。あーマジックタール、ね、なんか桁が大きいな。すごいじゃん。ふう、恐ろしい強さ。喧嘩で負けたことはなかったのだが、若いままの年なのかもしれんな。負けはしたが思い切り動いてすっきりした。約束通りポール殿の居場所を教えよう。それでは失礼。楽しみに言いたいこと聞きたいこといろいろあったが、今日はおとなしく引き下がるとしよう。すげえなロイ、ブスタフに勝つようになって初めて見たけど、なんとか勝ったが、ブスタフとかやつめちゃくちゃ強かったぜ。やっぱそうなのか。ポールってやつの居場所を聞けた。メグも見つかったし、ひとまずめでたしめでたしだな。ポールってやつのところに行ってみようぜ。
しごじゃない。見つけた。これデモ版だけど結構ボリュームあるね。ポールの家。ポールっていう人間に会って終わり？ポールがさあ、かわいい、さっき話してた人ではないのかな。あ、これで終わりか。なんかいい感じだね。あ、ヘリコプター。あ、人間。面白そうじゃん。このドット絵かわいいよね。私ドット絵好きなんですよね。あ、これがメグか。あ、ウィッシュリストに飛んじゃった。なんか戻っちゃう。まあこんな感じでした。面白かったです。なんか可愛いお話だね。あとドットが良かった。アドベンチャー RPG なんだ。面白かった。デモ版終わります。ありがとうございました。